左側のトンネルが日本最古の現役鉄道トンネルとなる。戸塚区く品野町方面から撮影清水谷戸トンネル。清水谷戸トンネルは神奈川県横浜市ほどがやく境木本町と戸塚区品野町にまたがる東日本旅客鉄道東海道本線の横浜駅と戸塚か駅の間にある鉄道トンネルである。1887年に完成した鉄道トンネルで、 現役のものとしては、日本最古である。上り線のトンネルが1887年に建設されたもので、側壁が垂直な逆 U 字型である。下り線のトンネルは1898年に建設されたものである。JR 横須賀線、湘南新宿ライン東戸塚駅より、約500メートルほど、小戸ヶ谷駅よりにある。ただし、本トンネルを通過する東海道線は、 東戸塚駅に停車しないため、訪問するには横浜駅か戸塚駅で横須賀線、または湘南新宿ラインに乗り換える必要がある。地理的には多摩丘陵の南部に位置し、このトンネルの保土ヶ谷よりの川は東京湾に流れ込み、戸塚よりの川は相模湾に流れ込む分水嶺となっている。また、トンネル上部がかつての武蔵国と相模国の境界ともなっていた。 そのためほどがやからトンネルまで緩やかな登りとなっており、トンネルから先は下り坂となっている。このトンネルの上には横浜では珍しくなった緑豊かな森があり、トンネル脇から丘陵頂上へ登る獣道があり、また環状2号線も横断している。モデラーな日々、東海道線全通120周年清水、八戸トンネル。ありがとうございます。